アメリカンドリーム関西スタイル次の、アメリカンドリーム関西スタイル5月30日開催、の発表をさせていただく、クリス・ヘインジと申します。最初その会社を起こした3人、経営者がいるんですけど、3人ともすごい京都のことが好きですので、まあその広報を考えているときは、京都はまあ割と自然と第一広報と、人生で初めて会社を作って、まあ経営しているわけですので、京都でやったからこそできたこともたくさんありましたので、まあその日本文化とのつながりだったり、職人の街でもありますので、まあ媒体は違いますけど、そのまあ職人魂でその職業に取り組む、ところはすごく京都でやってやりがいがたくさんあるなっていうのがありました。結構僕バランスの取れたビールが好きですので、あとまあ割とまあ残糖というかその甘く仕上がるビールは好きじゃないので、まあバランスがあって、かつまあキレが良い、ものを、まあ、うちの商品の中には多いと思いますので、まあそういうのは、まあ共感していただける方が、他にたくさんいらっしゃるという、印象がありますので、まあそれが一つのと、まあ結構酵母に こだわって、作ることが多いので、まあそれは種類を変えたり、もそうですし、あとまあ顕微鏡を使って酵母の状態をチェックしてから、まあ、まあ元気な酵母を使う、元気じゃない酵母を使わないとか、うん、結局ビール作るのが酵母ですので、人間じゃないですので、まあその酵母の状態をしっかりとチェックした上で使うっていうのも結構気を使ってます。当日は、まあ、ビールの話ももちろんですが、京都で、会議をして、まあ、乗り越えてきた、壁というか課題もたくさん、紹介していきたいと思いますので、あと、まあ、ビールを少し持っていって皆さんと一緒に、まあ、話しながら飲むことができたら嬉しく思いますので、会場でお待ちしておりますので、ぜひ、ご参加ください。よろしくお願いします。